さあ1点リードの湘南、梅崎入れてキーパーをこぼしてヘディング2点目、湘南大きな追加点、コーナーキックから点を取りました。見事な得点ですね。いやそうだと思いますね、梅崎のゴールの質も高かったですけれども、はい、中でねちょっとスクランブルになってそれに対してうまく反応したと思いますね、はい、これを見ていただきたいのは秋元ももう、徳重も出ている、そうなんですよ、出ている。その後これ徳重がちょっと中途半端なプレーになりましたね。出るならやっぱ思いっきり出なきゃいけないですけど、おそうですね、はい、ちょっと立ち上がりからね少しその辺のところ思い切りというか判断のところでねうまくいってないところありましたからですね、はい、相手がいたのもあるとは思いますけど、はい、ちょっと出るのが中途半端になりましたね。もう出たらゴールは嘘になりますから、はい、出たら確実に触らないといけないですけど。